はい、チルチルでーす。今回は私がたまに使っているシリコンボディにおいてさらなるツヤ感をアップさせる方法を紹介していきます。日々の洗車において車のボディをワックスやコーティング剤を使ってツヤを追求する方や、その一方で耐久性や防音性を追求する方など様々いると思いますが、今回は特にツヤツヤなボディにしたいという方向けの動画になっています。今回紹介する方法を実践してみると、あたかもショーカーで展示されているようなツヤ感が青空駐車環境でも可能になってきますので、一度参考にしてみてください。ちなみにこのチャンネルでは洗車およびシリコン洗車歴7年の経験をもとにシリコン洗車関係の動画を多くアップしていますので、チャンネル登録もお願いします。で、現在洗車前の愛車ミニの現状を見ています。結構汚れていますよね。ここにも結構大きな汚れがついています。まずはこの状態からケルヒア K ミニを使って、まずはシリコン洗車のメンテナンス洗車を行っていきますね。で、現在ケルヒア K ミニをシリコン洗車用にカスタムしたもので流していますが、コツコツと頑張ってシリコン安定ボディになってくると、このカスタムしたケルヒアでも流すだけでも結構綺麗になってきますね。特にシリコン洗車の場合はボディに乗った砂の処理をとても重要視していますので、低い圧力の K ミニはシリコン洗車には本当に最適です。あれば本当に便利で時短にもつながってきますね。特にこういった下回りの処理には本当に助かってきます。で、流した後はハケでの水洗車、これはシリコン洗車の基本になってくるメンテナンス洗車になってきます。で、このまま軽くメンテナンス洗車を終えて、今回のテーマでもあるシリコンボディにおいてさらなるツヤ感を出す方法のところに入っていきますが、今回の方法を行うにあたって前提となってくるところはシリコン安定ボディになっているってことが前提条件ですので、その点は十分に注意してください。というのも、極上のツヤを出すためには塗装面がきれいで凹凸がない状態であることが必須です。わかりやすく簡単に言うと、イオンデポジットや水垢がない状態である程度下地が整っている状態が必ず必要ということです。だから前提としたのがシリコン安定ボディでないとダメということです。で、メンテナンス洗車も終わりましたので、さらなるツヤツヤボディの作り方に入ってきます。今回シリコンボディの上に使うのがこちらの最高級のカルナバワックスです。ちなみにこちらの最高級のカルナバワックスはザイモールのコンコースブレイズで、1個税込み 46,200円もする最高級のカルナバワックスになってきます。ちょっと待てよ、 46,000円なんていくらなんでも高すぎるよと思ったそこのあなた、大丈夫です。1000円程度で手に入れる方法がありますので、後ほど紹介していきます。で、これからワックス用のこちらのスポンジを使って最高級とされているカルナバワックスコンコースブレイズをシリコンボディに施工していきますが、今までは他の固形ワックス、特にシュワラスターマンハッタンゴールドなどでは KF96 シリコンをベースに使って、その上に固形ワックスを使うことで結構手間のかかる、また少し経験が必要となる固形ワックスの施工をシリコンベースを使うことで簡単に手間なく、しかもムラなく仕上げることができるというところを紹介してきました。まさにそれが KF96 シリコンと固形ワックスの融合でしたが、今回はシリコンは一切使えません。というのも、シリコン安定ボディですと天然ワックスでカルナバ含有率が 47% と非常に高い最高級の天然ワックス、一般的にはカルナバの含有率が高くなればなるほど施工がとても難しくなるとされていますが、シリコン安定ボディですとそんなに難しいとされている天然ワックスの施工も簡易コーティング剤のように簡単に施工ができて、それでいて最高のツヤが出せるってところを今回は紹介していきます。で、現在ストライプの右側のみ施工してきました。こんな感じですね。施工直後はこんな感じで結構たくさんムラが出ています。まあ普通の固形ワックスですとこんな感じになってきますよね。ここからマイクロファイバーなどを使って拭き上げを行っていきます。で、ボンネット全体にコンコースグレーズを施工していきますが、この日は非常に気温が低くワックスの溶ける感じが少なかったので、それを払拭するためにひとまず素手である程度溶かしてから、その後スポンジで施工していきます。今日のように気温が低い時に施工がしづらいのが、やっぱり天然ワックス、最高級の天然ワックスの難しいところですよね。今回紹介している固形ワックスというと、一昔前になってくると結構使っていたって方もいるかなと思いますが、最近ではあまり使っていないって方も少なくなってきているのではないでしょうか。その使わなくなった主な理由が、おそらく施工に手間がかかって結構面倒だからだと思います。
確かにスプレーするだけの簡易コーティング剤に比べれば手間もかかって面倒ですが、シリコンボディですとそれらの手間もほとんどかからず、簡易コーティング剤と同等に手軽に施工ができてきます。まあこの点がシリコンアンティボディのすごいところですよね。またどうしてザイモールなのか、今までのシリコンベースにシュワラスターのマンハッタンゴールドではダメなのかについては、使われている成分が全く違うからです。確かにシュワラスターマンハッタンゴールドにもカルナバは使われていますが、あくまでそれらのワックスは石油系溶剤を多く含むワックスっていうことです。一方でザイモールのコンコースグレーズは石油系溶剤を一切含まない天然成分のみで作られていますので、全く違うということです。シリコン戦車に使っている KF96 シリコンも石油系溶剤を含んでいませんでしたよね。で、現在シリコン安定ボディにコンコースグレーズを施工して、その後現在吹き上げていますが、この通り一瞬で綺麗になっています。カルナバ含有率が高いワックスは施工がとても難しいとされていますが、この通り全く難しいことは一切ありません。で、この仕上がり状態です。よく巷で売られている簡易コーティング剤にも多くの石油系溶剤が含まれています。そもそも石油系溶剤とは何のことかというと、簡単に言うと灯油的なものが多く含まれているってことです。灯油ですよ。この現実を理解している方もいるかなと思いますが、知らないって方も結構多くいるのではないでしょうか。まあ普通に考えたら灯油はボディには乗りたくないですよね。いくら車専用のコーティング剤として作られているからとはいえ、石油系溶剤を塗装面に塗ること自体、塗装面には決して優しくはなく、紫外線や酸化によって変質を起こし、劣化が見られてきます。正直そのせいもあって、イオンディポジットを誘発したり、油膜や鱗を誘発している現状も多々見られます。まあ言えることはできるだけ石油系溶剤を含まないものを使用したいということですよね。石油系溶剤には安く施工がしやすいというメリットも当然ありますが、デメリットについてもしっかり知っておくことは大切です。で、一方で天然高級カルナバワックスはというと、石油系溶剤が一切入っていませんので、まずはとにかく塗装面には優しいということです。その反面施工を楽にしてくれている石油系溶剤が一切入っていませんので、施工がとにかく難しいということですね。その難しい天然ワックスをシリコン安定ボディですと容易にできるということです。で、こんな感じですね。もう簡単に仕上げることができてきました。まあ言えることはどちらの商品にもメリットとデメリットがあるってことですが、シリコン安定ボディですとその天然ワックスのデメリットを解消してくれますので、デメリットがない天然カルナバワックスとなってきて、まさに最強のコーティング剤になってくるっていうところです。まあ現在見ていますが、天然ワックスであっても簡単に施工ができるのが真のシリコン安定ボディということですね。で、こんな感じに仕上がっているってことです。カルナバ含有率が 47% のコンコースグレーズを使えば最高の艶が出るってことは疑いなく理解ができるかなと思います。だから 4万6000円もするワックスってことですよね。そのコンコースグレーズをシリコン安定ボディにシリコンだけでも十分ツヤが出てきて、シリコン戦車に満足されているって方も多いかなと思いますが、そのシリコンのツヤに最高級のカルナバを乗せると本当にショーカーのようなツヤが簡単に出せてきます。現在シリコン安定ボディに今回の高級カルナバワックスコンコースグレーズを乗せて施工後の様子を見ているだけですが、こんな感じですね。素晴らしいツヤが出ています。で、こちらの方がまだ拭き取っていない方になってきます。この違いですよね。素晴らしいツヤが出ています。まあこれが決して大げさに言っているわけではなく、それほど最高級のカルナバワックスのツヤはすごいということです。この鏡面状態です。今回は愛車ミーのシリコン安定ボディにコンコースグレーズを施工してきましたので、あまりに簡単に施工ができてきたので、天然ワックスの本当の施工の難しさが分からなかったと思います。天然カルナバワックスの施工の本当の難しさは実際に施工してみないと絶対に分かりません。それほど天然ワックスの施工は難しいってことですよね。まあ一切石油系溶剤が入っていませんので、やっぱり難しいです。
また天然ワックスの凄さ、特にこの最高級のツヤ感の凄さも実際に施工してみないと分からず、映像ではなかなか伝わらないのが本当に残念です。言えることはマンハッタンゴールドや粉末のカルナバを使ったカルナバシリコンとは全く別物っていうことです。また一般的なカルナバワックス、1000円から2000円程度で買えるものとは別物です。全く違います。最高級のワックスだから出せるツヤがシリコン当てボディだと簡単に施工はできるってことですね。そしてこの撥水能力です。で、現在シリコン安定ボディの上にコンコースグレーズを乗せた直後の撥水状況を見ていますが、こんな感じですね。どうでしょうか。この撥水能力素晴らしくないですか。もちろん最高級のツヤ感が出てきますが、やっぱり撥水能力もすごいということですよね。本当のカルナバの撥水をしています。撥水というと様々な好みがあるかなと思いますが、このコロコロ好きにはたまらない撥水をしていますよね。ザイモールの高級カルナバワックスというとツヤ感がとにかく良くなるという認識をしている方も多いかなと思いますが、ザイモールはそれだけではありません。石油系のワックスよりも耐久性も防護性も良くなり、しっかりボディを保護してくれます。天然高級カルナバワックスは強靭な被膜も作ってくれるということですよね。ザイモールワックスは耐久性が 2-3 ヶ月程度とよく言われていますが、今回のようにシリコン安定ボディに使うと青空駐車の環境下でも 3-4 ヶ月は十分に持ってくれます。 3-4 ヶ月車を保護してくれて、それでいて天然成分ですので車には優しいとなってくると、決して安いものではありませんが、使わないという手はないということです。それほどシリコン安定ボディと天然ワックス、ザイモールワックスは相性がとても良いです。で、最後に撥水状況を見ていますが、こんな感じですね。どうでしょうか。素晴らしくないですか、この撥水状態。で、最後にブロワーで乾かしていきます。この弾きも素晴らしいですよね。一瞬で乾いていきます。今回はここまでシリコン安定ボディにさらなるツヤ感を出す方法を紹介してきました。ちなみに 46,000 円するザイモールのコンコースグレースは小分けタイプがメルカリやラクマで売られている状況です。最近は少し値上がりもしているようですが、 10g でだいたい900円ぐらいから 10g 単位で売られていますので、試しに使ってみたいという方は一度購入してみてください。私は確か800円ぐらいで購入しましたね。で、最後にその仕上がり状態を見ています。今回は水洗車を行って、ただ単にシリコン安定ボディの上にコンコースグレードを施工しただけの状態です。で、この仕上がり状態です。どうでしょうか。難しいとされているコンコースグレードでも、いとも簡単に施工ができて、このツヤ感になっています。素晴らしくないですか。2014年式のミニでもこのツヤ感が出てくるということです。まあ確かにショールームカーのような車とはいきませんが、結構素晴らしいツヤ感が出ていると思います。この鏡面状態ですね。こんな感じでこのチャンネルではシリコン洗車関係の動画を多くアップしています。今日の動画が役に立った、もしくはためになったという方はグッドボタンもお願いします。本日の動画は以上となっております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。